皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。姫路文学館では4月15日から特別展大正ロマンの寵児竹久夢二展夢二の世界に浸る春を開催します。この機会に文学の世界に触れてみてはいかがでしょうか。今週はご覧の内容でお送りします。それでは街の話題からお送りします。はじめに、4月7日姫路市市民会館大ホールで姫路市立考古学園大学校の入学式と始業式を開催しました。開式に先立ち国歌斉唱を行い式が始まりました。姫路市立考古学園大学校は学習意欲旺盛な60歳以上の方を対象に生涯学習の場を提供し、生きがいを持って社会参加していただくため昭和45年8月に開校しました。昭和56年4月に現在の校舎を建設し、現在も施設や授業内容の充実に努めています。園芸科や陶芸科、書道科など8つの学科があり、4年間の大学課程修了後はさらに2年間の大学院課程に進学できます。皆様がまさに生涯現役を実践されようとする心意気を強く感じております。在校生を代表して大学生4年森下雅彦さんが歓迎の言葉を述べました。皆様がこれまで社会で活躍され築き上げてこられた実績を学園生活でさらに引き続き上げてください。続いて入学生を代表して曽根進さんが誓いの言葉を述べました。一人一人が健康に留意し心身ともに豊かな人間性を育んでいきたいと思います。今ここに集う令和5年度の入学者数は大学生388名、大学院生157名で、これから考古学園大学校で知識や教養、技能を学びます。出席した学生はこれから始まる新しい大学生活に期待を膨らませていました。次に、4月8日第38回姫路城観桜会が姫路城三の丸広場で4年ぶりに通常開催されました。日本の桜名所100選に選ばれている姫路城、ソメイヨシノ、しだれ桜などおよそ1000本もの桜が姫路城の天守閣や白壁に映える景色を演出します。今年は例年より早く3月22日に開花し、3月31日には満開を迎えました。オープニングセレモニーでは清本秀康姫路市長が挨拶をしました。好天に恵まれました。この節目の30周年を皆様方とコロナ明けの観桜会で祝いたいと思います。どうかこれからも姫路は文化の街姫路ということで世界に発信してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。今年の12月に姫路城世界遺産登録30周年を迎えることを記念して、佐藤宗幸さんがオープニングスペシャルステージに登場しました。風吹き渡り雲は流れる。また姫路城を背景にした舞台では姫路邦楽文化協会の皆さんが艶やかな着物姿で優雅な琴の音色を響かせました。姫路お城の女王の PR や姉妹都市の鳥取市と松本市による観光 PR、 姫路市の和太鼓団体合同の力強い演奏、桜サーカスによる PR が行われました。お茶席では和服姿の女性が野立を楽しみ、販売ブースではお花見菓子、揚げかまぼこなど
ご当地ならではのグルメを買い求める人でにぎわいました。春の姫路城のもと、ギター、マンドリンや合唱、和太鼓演奏が繰り広げられ、訪れた人は姫路の春を満喫することができました。続いては広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは、広報推進員の市井由香です。およそ10年の歳月をかけて移転再整備を進めてきた姫路市中央卸売市場が今年の3月13日白浜地区に開場しました。今回は新しくなった新市場の特徴について詳しくご紹介します。昭和32年10月20日に開場して以来、60年以上の長きにわたり姫路をはじめとする播磨地域の食文化の拠点として、市民の皆さんに安全安心な食を提供してきた姫路市中央卸売市場。新しくなった市場はどのように変わったのでしょうか。今日は早速市場を案内してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さん、新市場とっても広いですね。そうですね、旧市場は敷地全体で広さおよそ5万8000平方メートルでしたが、新市場ではさらに広くおよそ7万平方メートルあり、卸売場と管理棟のほか運送事務所と廃棄物集積棟があります。なるほど、前の市場も大きかったイメージがありますが、さらに大きくなったんですね。そもそもこの中央卸売市場ではどのようなことが行われているんですか。はい、まず卸売市場の役割は、全国から集まった野菜や果物、魚などを競り等を通して取引し、市民の皆様に供給する場所です。流通形態の一つとして中央卸売市場がございます。確か一般の人は利用できないんですよね。そうですね、一般のお客様が買いに来られる場所ではございませんが、スーパーや販売店、また飲食店等の業者の方がお店で販売する商品をまとめて買いに来る場所というふうに考えていただければ分かりやすいと思います。セレなどによりまして、大量の品物を購入された仲卸業者と呼ばれる人たちが、スーパーや八百屋さんなどの小売店、また料理屋や食堂などのお店の人たちが買いやすいように袋などに小分けして販売することとなります。これが卸売市場を通した流通の一連の流れになります。そしてこの新市場では大きく3つの特徴があります。1つ目は品質衛生管理の強化、2つ目は建物内の温度管理、3つ目は物流動線の効率化です。まず1つ目は品質衛生管理と強化ということで、建物の出入り口に電動シャッターとシートシャッターを設置しました。これにより外気を遮断し、品質や衛生管理を徹底しています。旧市場では扉がなく、雨や風が吹いても遮断できるものがありませんでした。その点新市場では電動式のシャッターがありますので、人がいないときには常に閉まっている状態となっています。風が吹いてきました。はい、自動扉の設置だけではなくて、扉の方から出てくる風圧で、体についたホコリなどを取り除くことができます。こうやってホコリを落とすことで品質管理を徹底してるんですか。はい、そうですね、はい、どうぞ。うわ、ここすごく寒いですね。はい、こちらは青果部の冷蔵庫です。新市場2つ目の特徴である建物内の温度管理についてご紹介します。コールドチェーンを活用し、温度品質の管理を強化しています。コールドチェーンとは、生鮮食料品などを生産輸送消費する過程で途切れることなく低温に保つ物流の仕組みのことです。新市場では旧市場にはなかったエアコンを室内につけることにより、必要に応じて売り場全体を温度管理しております。また建物の出入り口の扉には冷気を逃さないという役割もあります。なるほど、だからこんなに涼しいんですね。そうなんです、
ここではほうれん草や水菜などの涼しい場所で保存する食品を管理しています。旧市場では建物の構造上、品物が運ばれてから保管するまでの場所まで距離があったのですが、新市場では同じ建物の敷地内に冷蔵庫を設置することで移動も少なく、すぐに冷やすことができるので大変便利になりました。敷地がこれだけ広いと品物を移動するだけでも品質に影響があるんですか？はい、夏場になりますと暑い日では気温が35度を超える場合もあります。温度の変化は食材が傷む原因にもなりますし、入荷から出荷までコールドチェーンを確立することで食品の長持ちや食品ロスにもつながるのではないかと思います。わざわざ建物の外に持ち出さなくていいというのも便利ですし、コールドチェーンという仕組みがとても大事なのがよくわかります。こちら移動してきましたが、たくさんお店が並んでるんですね。はい、新市場3つ目の特徴は物流動線の効率化です。場内には品物の売買や荷さばきに必要なさまざまな施設が入っておりまして、青果が20社、鮮魚が7社、塩管が5社、練り製品が1社、全33の仲卸業者が入っておられます。朝の時間帯は特にたくさんの人々が行き交いますので、東側から西側への動線の流れを意識して通路幅の確保や動線を一方通行にすることでスムーズな物流が期待できます。利用する皆さんにとっても使いやすい環境になったんじゃないでしょうか？そうだといいのですが、今はまだ新市場が開場して3週間ほどということもあり、旧市場との違いにまだ慣れない場内事業者の方々もいらっしゃいます。そういった方々の困りごとやご意見も取り入れ、場内事業者の皆様と連携し助け合いながら、市民の皆様に長年にわたって親しんでいただけるような姫路中央卸売市場を目指してまいります。新市場はスタートしたばかり。姫路市中央卸売市場はこれからも姫路をはじめとする播磨地域の食文化の拠点として、皆さんに安全安心な生鮮食品をお届けしていきます。インフォメーションのコーナーは姫路市議会議員選挙と姫路市長選挙についてのお知らせです。4月23日日曜日は姫路市議会議員選挙及び市長選挙の投票日です。投票時間は午前7時から午後8時までです。私たちの代表者を決める大切な選挙です。ぜひ投票しましょう。住民票の世帯ごとにお送りしている投票のお知らせ券で、あらかじめ投票所の場所や時間を確認した上で、投票のお知らせ券を持って指定の投票所で投票してください。4月23日の投票日に仕事などで投票所に行けない方は、期日前投票をすることができます。期日前投票の場所や日時は投票のお知らせ封筒の裏面や姫路市選挙管理委員会のホームページでご確認ください。お問い合わせは姫路市選挙管理委員会事務局、電話番号 079-221-2807 までお願いします。今回のウィークリー姫路はいかがでしたか？最後にハッピー姫路っ子をご覧いただいてお別れしましょう。さようなら。